皆さんどうもこんにちは。トーストには何も塗らない派、うぷ主のミーです。皆さんどうもこんにちは。毎度おなじみパンにはジャム派レイムです。パンにはマーガリン派、マリサだぜ。ということで本日も、カービィディスカバリーを実況していきます。前回は幻でデデを倒したわね。今回のステージは荒野だな。いよいよここまで来たか。なんか2周目はあっという間だね。僕が強くなってるからじゃない？敵も強くなってるけどな。一度やったことあるからスイスイ進んでるのかもね。やっぱり何事も一度経験してみることよね。珍しく霊夢がまともなことを言ってる。毎回まともなことを言ってるでしょ。はい。荒野には鉄骨がいっぱい並んでて大変だったよね。潰されたような思い出が。気のせい気のせい、鉄骨なんてないわよ。無理がある。とりあえずコツコツ進むぞ。こら中ボスに匂いがするぞ。あ、ドリル強化してない。大丈夫大丈夫、ゴリ押しでなんとかなるって。ほんとかよ。ドリルでカバー穴を開けてやるぜ。いけー、一気に工事じゃあ。なんだよこいつ。どっちの回転が強いか勝負だ。そりゃドリルの方が強いだろうな、狂気だし。かなりいいダメージ与えられてない。うん、あと半分、頑張ろう。こうやって対象をぐるっと囲めば。なんで囲むだけなのにそんなにダメージ与えられるんだ。わからん、わからんけど大ダメージを与えられます。気になるんだけど。やったー、白鳥撃破。ついでだからもらっていきますわ。ドリルも便利だけど、トルネードはもっと移動が楽だよね。周りからしたら迷惑でしかないけどな。一気にレオンソウル大量にゲットね。ここにも49個あるって正気。果てしねえ、各ステージ約50個ずつって大変だぜ。ボーナスとかないのかな。頑張ってるから20個プレゼントみたいな。そんなに優しくねえだろ。そういやここって毒ガエルいたわよね。あー、いたいた、水で退治しないといけないやつ。誰か水かけてくれない。お前しかできねえよ。はい、掃除しますよ。綺麗になりたい人は来てくださいね。開け方もなく綺麗になりました。掃除するとはこういうことよ。怖い怖い怖い。あ、この状態で自由に上り下りできればいいのにな。それならそこら中常に掃除していられるのに。おいおい、また不穏な敵がいるぜ。ちょこちょこ見るけど、あの黒いモヤは何なんだろう。黒いモヤ、それがまとっている人は数日後に命を落とすという噂がある。もしかすると死の兆候なのかもしれない。こいつが死にそうなんですけど。いや、それよく階段で聞くけど違うよね。あれは違うよね。全部の敵がああなっているわけじゃないからな。黒いモヤがついてるやつは普通の敵より多く金を落とすとか。それはお前の願望だろ。そろそろ水をまた飲んで掃除をしてやらないとな。ちょうど向こうに毒ガエルもいるしね。はいはい、今からここは水浸しになりますよ。家の中でやられたら迷惑でしかねえな。ああ、モヤの敵からソウルが出たよ。ああ、そういうことだったのね。黒いモヤの敵はレオンソウルを持っているから見かけたら倒した方がいいな。心霊じゃなくてよかったわね。ほんとよかった。危うく自分が霊になるところだったよ。どういうこと。毒ガエルもいなくなったし綺麗になっていい気分だわ。そして廃墟になった砂漠のショッピングモールに来ました。そうだ、ここもあったんだった。こう見るとこのステージ盛りだくさんだよな。岩山登ったりショッピングモールに来たり。常人だったら体力切れでリタイアしてるわよ。カービィは底なしの体力だもんな。恐ろしいぜ。ショッピングモールを抜けた先には天国ではなく地獄の崖登りが待っていました。遠足でもここまでしない。遠足か、もう二度と遠足には行けないんだろうな。大人でも行こうと思えば行けるだろう。遠足のしおりを手作りしてお菓子持ってどこかに行きたいという願望だけはあります。実行しないのかよ。社会科見学とかもいいわよね。博物館とか行ったら楽しいもんだよね。お前たちは典型的なインドア人間だからたまには行った方がいいぜ。マリサ連れてって。自分たちで行ってこい。そういや最近エフリン、この辺のソウルはなくなったって言わなくなったね。全部回収できてないんだろ。あ、こんなところにあった。慎重にね。これなら慎重にやらなくてもよかった。だいぶ進んできましたよ。もうここがどこなのかもわからないわ。そろそろボスなんじゃないか。40個もソウル取ったしいいでしょう。何がいいのかわからんが。ここのステージのボスはアルマジロだったよね。あいつただでさえぐるぐるが面倒なのに、どう強化してるのかしら。彼女がめっちゃ美女になってるとか。変わるところおかしいけどな。スペースレンジャーのエネルギー弾でじわじわ行きましょう。はぁ、やっと到着したよ。あれ、あいつどこ行った。カービィ君、ここだよここ。ひぃ、やばい、なんかいろいろとやばい。何かの中毒ですか。痛くて普通です。この見た目は怖い、今までのボスの中で一番やばいな。おい、子供たちにトラウマを植え付けるなんてひどいじゃないか。ひどいのは君だよ。なんだろう、何が怖いんだろう。目じゃない、どこ見てるかわかんないし。君たちも痛い放題だな。
あら間違いなく毒持ってるよ。色やばすぎるもん。ああいうカエル、ジャングルにいるわよね。見た目だけじゃなくてこいつの掴み攻撃にも気を配らねえと。あ、捕まっちゃった。行ったそばから。ふっふっふ、今回こそカービィ君を僕のコレクションに加えるんだ。誰がお前みたいなやつのコレクションになるか。ご自慢の彼女ごと爆発しな。むむむむ、ハニーの悪口を言ったな。ここからが本番だ。しっかり頼むぜ。エネルギー弾でも食らえー。焼き払えー。消毒じゃあ。いいね、このダメージならいけるよ。そう簡単に死んでたまるか。これでも食らえ。砂嵐。こいつパワーアップしてこんなこともできるようになったのね。ハニーと僕の情熱的なダンスイン砂嵐だ。視界が悪くなってるけど、シルエットを見て回避しよう。ちょ、無駄に動くな。エイムがブレるだろ。ラスト、いけー。よっしゃー、アルマパラパ幻、撃破。また来週。ヨッシーは何でも食べるよ。何でもね。ヨッシーの主食ってそもそもなんだ。僕は雑食なので何でも食べますよ。でも、好んで食べるのはクッパ軍団の肉ですかね。ひーこえー。君があいつらのことを食べてくれるから助かるよ。そんな助かるなんていいんですよ。僕はあいつらを好きで食してるんですから。ああ、のこのこか。甲羅はさすがに食べられないので中身だけ食べます。そのまま食べるのもいいけど今度料理してみたら？例えば、クリボーのソテー地中海風とか。どの部分が地中海風なんだよ。料理か。そのままでも美味しいから考えたことなかったな。今度家に持ち帰って料理してみるよ。そもそもどうやって持ち帰るんだ？口の中に生きたまま入れて持ち帰るんだよ。やだこの恐竜はいるどう？怖すぎだろ。マリオが使うアイテムは美味しくないんだよね。さすがにこればっかりは食べられないんだよ。じゃあ僕たちも食べないでよ。ダメだよ、君たちはすごく美味しいからね。そんなに美味しいかな。何ちょっと喜んでんだよ。そりゃもう柔らかくて。お前も詳しく説明せんでいいわ。ああ、今日はいつもよりもたくさん食べたな。ヨッシーは火も食べます。こいつの口の中どうなってんだよ。きっとこの何でも食べる恐竜がキノコ王国を支配する日もそう遠くない気がするわね。てれてゆう。お次のコースはテレサの最終形態が見られるコースです。最終形態ってそんなもんあったのか。刻々と近づいていってるわよ。なんか雰囲気的にヤバそうなんだが。さあ果たしてテレサの最終形態とは。じゃあリアクション早すぎだ。けっけっけっけ。ようこそマリオ。さすがのお前もこれは突破できまい。あ、ラッキー、スターだ。うわースターは反則。おい、最終形態綺麗に片付けられてるぞ。こんなはずじゃなかったのに。こりゃいいストレス発散だね。おのれー、覚えてろよー。